ファン、ストーリー、直川隆久、出演、遠藤守也。はいはい、品川までね、第一京浜でね。はい。あ、ラジオうるさいですかね。大丈夫。いやツバペッペの日本代表が今日世界大会の予選で、今8対2オーストラリア相手に。そうなんです、すごいんですよ。攻めに攻めてる。オフェンスの山下がね、4点決めましたから。相手の目に入ったからね。しかも両目同時、えらいもんだ。山下のツバはね、なんというかストロークがいいんだよね。余計なしぶきが飛ばない。相手に向かって弾丸みたいにピッとこうね、まっすぐ飛んでいくもの。でもね、私山下選手って本当尊敬しますよ。ファンですね、大山下ファン。今年40だよ。日本のてか世界のツバペッペを引っ張ってきた選手だよ。あ、もともと口の中が乾きやすい体質なんだってね。それで若い頃は梅干しでツバ増やしてたんだって。そうしたらさ、世界の統一ルールが変わっちゃったじゃないですか。試合中の梅干し禁止って。日本で生まれたスポーツだってのにさ、ほんと勝手なことしやがるよね、外人の連中は。これからって時ですよ、選手として心身ともにね、充実しきってた時期にそれだから不運だよね。一時は選手生命が絶たれたんじゃないかって言われたでしょう。でも復活したんだよ。あ、どうやってか知ってます？ほら、この舌をベロッとまくり上げると、舌の裏側とね、下顎の間に膜みたいな、水かけみたいなとこあるじゃん。ここ指でギュッとこう。ああ、お客さんもやってみてくださいよ。あ、痛い痛い。ほら、もう痛いのよこれ。痛くてさ、妻がいっぱいに出てくるでしょ。これ見つけてから山下選手は復活したんだよね。でもそれだけじゃなかったわけ。山下はね、その思うように唾が出ない苦しい時期にある発見をしてたんですよ。唾が少ないとさ、細く出さざるを得ないわけですよ、唾をね。細く線みたいに。すると空気抵抗が少なくなってまっすぐ飛ぶんだってことに気づいたわけ。自分の弱点を強みに変えるこのアイディア、そこへさっきのベロの裏つまみ、これが一緒になった。鬼に金棒ですよ、山下無敵時代の到来。思うんですけどね、人間いくつになっても諦めちゃいけないね。私もね、これまで会社2つ潰して。お客さん、決めた決めた、山下が決めた。口移しパスが4人、口移し4人からのダブルペッペだよ。あー、すげえや。もうこんなの聞いたことないよ。お客さん、明日の朝刊楽しみだね。